はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけども、債務引き受けについて解説します。今回も債務引き受けの基本的な部分です。債務引き受けがどういったものなのか、また債務引き受けの契約の仕方について解説いたします。まず債務引き受けっていうのは、債務を引き受けるって書いてあるわけですよね。その名の通りです。債務を引き受けます。で、債務を引き受けた第三者、これはいわゆる引き受け人と呼ばれる人なんですが、引き受け人は債務者になるという話です。で、債務引き受けには2つの契約の仕方があって、1つが併存的債務引き受け、もう1つが免責的債務引き受け、この2つがあるんですね。で、併存的債務引き受けっていうのは、これ併存するっていうのは、2つが一緒にこう存在するという意味ですよね。これ債務が一緒に存在する、つまり連帯債務になるということです。なので、もともと債務を負っていた人が引き受け人に対してこう債務を引き受けてもらったといった場合、債務者も引き受け人もどちらも債務を負うんですね。この債務が併存する、一緒に存在する、これが併存的債務引き受けです。で、一方で免責的債務引き受けっていうのは、これ免責されるってこう書いてありますよね。この名の通り、債務が元々の債務者から引き受け人に移転をすることによって、元々の債務者の債務はなくなっちゃう、免責になるということで、こっちが免責的債務引き受けとなります。この2つがあるんですね。で、この2つについては契約の仕方が違うんですよ。なので、ここを頭に入れていただければと思います。で、まず併存的債務引き受けについてなんですけども、契約の仕方は3つあるんですね。3つあります。で、1つ目はもう ABC 3社で契約をすると、3社で併存的債務引き受けの契約をする。これで契約は成立するし、効力も発生します。効力が発生するっていうのは、両者が2人ともが連帯債務を負うということですね。で、それ以外に2つあるんですね。それはまず1番、 AC 間債権者と引き受け人との間で契約をします。これによって併存的債務引き受けの契約は成立して、さらに効力もこれで発生します。で、続いて2つ目、これはここですね。 BC 間で併存的債務引き受けの契約をします。で、これで契約は成立するんですけども、これだけでは効力は発生しないんですね。効力を発生させるためには、債権者 A の承諾が必要になってきます。 A からすると、これ BC 間の契約関わってないから知らないわけですよね。で、知らない間に債務者が増えるっておかしいわけなので、A さんが承諾をすれば効力が発生して、 C さんも連帯債務を負うことになるんだよと、いう話です。これが併存的債務引き受けの契約の仕方です。1番2番3番って書いてないんですけども、3番はもう3社全員で契約をするって、当然の話だから省略をしています。で、こちらもそうですね。免責的債務引き受けの契約の仕方も3つあって、3つ目については書いてないんですね。もうこれは当然です。3社で契約をしたら当然に契約は成立するし、効力も発生すると、いうことなんで、それは書いてありません。で、1つ目ですね。まず AC 間で契約をするということで、契約は成立します。 AC 間で契約をすることによって契約は成立する。ただ今回の場合は A から B に対して通知をするんですね。これ何を通知するかっていうと、免責的債務引き受けの契約をしたよって、通知するんですけれども、実質的にはあなたもう債務なくなっちゃったよと、債務は C さんに移ったよっていうことを通知するって話なんですよ。そうしないと B さん、自分自身がまだ債務者として残っている債務者だって思い込んじゃってるわけだから、弁済しちゃうってことがあり得るわけですよね。だから通知して教えてあげましょうっていう話です。これで免責的債務引き受けの効力が発生するよ、つまり債務がこう移転ちゃんとするんだよと、いうことになります。で、2つ目が BC 間で契約をした場合ですね。 BC 間で契約をした、この場合、これで契約は成立するけれども、それだけでは効力は発生しません。この場合は A さんが C さんに対して承諾をする、あなたで債務者いいですよと、債務者変わったんですね、了解しましたって承諾をしなければいけません。で、承諾をすることによって効力が発生するんですね。
つまり承諾をすることによって債務が C さんにきちんと移転したということになるということです。でこれ承諾なかったらどうなるかっていうと、 C さん全くお金がないにもかかわらず勝手にこの間で債務引き受けの契約をして効力生じるってなったら A さん困るわけですよ。 A さんお金のない人から取り立てできなくなっちゃいますよね。だから A さん承諾が必要ということになっていきます。まあ、こっちも承諾必要なんですけども、まあ、結局のところ言うと債権者っていうのは債務者よりも力関係で言ったら強いんですよね。なのでこっちの場合は当然に承諾必要ですし、こっちの場合も勝手に C さんが債務者として増えたっていうのは困るわけですよ。わからないわけだから、ここで契約してこの人が勝手に債務者増えましたって言ってもわからないわけだから A さんの承諾まで必要だよというふうにしているっていうふうに考えていただくとイメージしやすいんじゃないのかなと思います。このあたり契約の仕方ですね、これすごく重要になってきますんで、ぜひですね頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。